4月5日は要注意。カズ玉でわかるあなたの運気、2022年4月のカズ玉ベスト3を発表します。では3位は宿玉3玉のあなたです。さあ、この宿玉とは何なのかというと、宿玉とはですね、カズ玉が1から60までありますよね。はい、この1から60までの、下1桁、はい、例えば11番の方は1、はい、ね、そして21は1、34は4玉というふうに、この下1桁のことを宿玉と言います。カズ玉を聞くときに下1桁宿玉を言う人がいるんですね、はい、その場合正確なあなたの素質が分かりません。したがってね、カズ玉と宿玉、これ分けて表現します。今回はこの宿玉で皆様の、ね、運気をお届けします。さあ、こちらですけれども、宿玉3玉の方は、今月たくさんの出会いがあります。おー、いいですね。はい、そして、ときめきが多い月、はいはい、ですからいろんな方と会ってときめき、例えばね、男女のときめきもありますけれども、例えばアイデアとか発想とか、ね、いろいろあるじゃないですか、はいはい、こういったもののときめきもあります。さあ、そしてね、あなたのアイデアが進化発展していく。そう、このアイデア発想がね、これ進化発展していく、はい、そもそもですね、あなたが持っているアイデアがあると思うんです、うん、これがさらにね、こう進化していく、進化していく、そういう月を迎えています、はい、さらにこのアイデアを発展させるにはどうしたらいいのか、どうしたらいいのか、はい、これ条件があるんですね、はい、それは旅に出ること。旅に出る、そう、これはね、遠い旅も含めて家から出る、はい、でこの家から出るということを旅と言います。したがって多くの出会いを欲しければやっぱりね、外に出なければその点を味方にすることはできないでしょ、はい、ですからその点を味方にする、つまり運気を味方にするには極力今月は外に出ていく、なるほど、これがすごく大事になってきます。でその中で実は大切な助言をいただけるかもしれない。つまりあなたが何かやろうとしているアイデア、いろいろあるでしょ、はい、そういったもののその道のプロ、はい、専門家、そういった方から助言をいただける、助言をいただける、そういう月になります、はい、さあ、ではですね、開運ポイント、これはですね、そういう運気はあるけれども、さっき言ったように外に出なければダメでしょ、はい、どう活用していくか、そう、開運ポイントがあります。開運ポイント、さあ、この開運ポイントは南東の方位の部屋、さあ、どうなってますか皆さん、ね、コンパスを出してください、はい、これスマホにコンパスありますよね、はい、そしてあなたの部屋の東、うん、南東の部屋はどうなっているか、この部屋をとにかくきれいに掃除をすることです。掃除をする、そう、はい、さらに運気を高める方法がある、はい、それ何かというと、あなたが住んでいる南東の方位、はい、はい、こちらあなたの守護神を祀る、はい、こちら神社を参拝すること、つまりね、あなたの、はい、あなたが住んでいる家の南東の方位に、はい、あなたの守護神を祀る神社を見つけてください。そこに参拝していく、はい、でこちらですけれども、本来は5柱いるんですね、皆さんが知っているのは同一神といって、はい、1柱の神様だけです、はい、ところが実は全員です、5柱の守護神がいるんです。この5柱の守護神のいずれかをお尋ねしていくと、でこちらはね、個別鑑定で、はい、こちらの、ね、5柱は、皆様にお伝えしていますけれども、はい、まあ、無料でね、皆様にお伝えしているのは、同一神だけということになっています、はい、さあ、ラッキーカラー、このラッキーカラーは何かというと、はい、赤とオレンジです。赤とオレンジ、そう、出会いでしょ、うん、で外に行く、はい、で華やかな場所、はい、出会い、その時に華やかな、はい、鮮やかな色を身につけていくというね、これがすごく大事になってきます、うん、はい、ですからね、出かける時は赤とオレンジ、こういったものを身につけましょう。さあ、ではですね、次は第2位になります、はい、さあ、第2位のあなたは宿玉7玉のあなたです。7玉の方、そう、さあ、今月はですね、はい、開花の時です。花が咲く時、はい、ね、さあ、表現力が増し、つまり、ね、花のように、はい、花というのはね、こう虫とかを引き寄せるでしょ、はい、このように表現力が増し、はい、あなたの思いが伝わる時です。告白とかも、そうなんです、そう、これまで伝えたくても伝えられなかったことや、はい、また表現できなかったことを思いっきり表現していく、つまり、ね、天が味方するんです、うん、これも一緒でしょ、うん、結局天は味方している、ところが本人がこれをやらなければ天を生かすことはできない、できないですね、そう、ということで、はい、思いっきり表現をしてみる。まだですね、こちら、はい、誤解、そう、さまざまな誤解を受けて、ね、人間関係が複雑になっているとあるでしょ、はい、こういったことも解けます。そうなんですね、そう、さらに営業成績も抜群です。なるほど、プレゼンとかそういうのにもいいですね、はい、そうなんですね、であなたの思いが届くかも、かも、さあ、これね、ちょっとだけアドバイスします、はい、これ何かというと、頭で考えていることを言葉に出すのではなくて、はい、言葉に出すのではなくて感じたことです。感じたこと、こう感じたことを表現していく、感じたことを表
そう、例えば楽しかった、面白かった、はい、感動したっていうね、この思いを届けるっていう、これが大事なんです。ですからあまり頭で考えない、はい、と感じたことを言葉に出す。つまりね、この人といたら楽しい、一緒にいて、はい、というふうなことをですね行っていく、これがすごく大事です。なるほど、はい、さあ開運ポイントです、はい、この開運ポイントは南の方位の部屋をきれいにする、南を掃除する、掃除するということですね、はい、さらに運気を高めるには、はい、あなたが住んでいる南の方位にあなたの守護神を祀る神社を参拝することです。ここで何かね、あなたにメッセージをいただけるかもしれない、はい、さあそして、ね、ラッキーカラーです、はい、ラッキーカラーは赤とオレンジと黄色、赤とオレンジ、そうね、赤とオレンジと黄色、こういったものを身につけていく、これがすごく大事になってきます。そして最後にいよいよ第1位です、はい、さあ第1位は六玉のあなたです。六玉の方です。さあ六玉ですけれども、はい、これまでね、うん、積み上げてきたことが結ばれる、結ばれる、そう、そして実る月、実る月、そうなんですね。さあその何が実るかというとこちらです、はい、人物の金、そう、人物金が全て積み上がって実る、ね、全てが絶好調ということで、実はですね、最もいい運気の方々なんですね。さあこれまでの苦労が報われる、そんな月です。しかしですね、条件があるんです。条件、そう、この条件を満たさなければ実はこの運気を味方にすることはできないということなんですけど、それは何かというと戸月とかです。戸月とかというと、そう、育むってことでしょ、育んで誕生していくってことでしょ、そうですね。つまりね、この戸月10日同じことをやり続けてきた人、つまりね、諦めなかった人、はい、こういう人のみなんですね、こちら。なるほど、はい、ですからしっかりとねやり続けるっていうことがすごく大事なんで、はい、さあ今月はですね、あなたの自力で報われるのではなく、はい、まあ、大体自力で何かを報われようとするじゃないですか、はい、自分の実力で、はい、ではなくて、あなたがやり続けてきた姿が評価される、はい、そしてみんなから認められる、周りの人たちから認められる、はい、つまりね、人から認められ、はい、物が認められ、そしてお金となって帰ってくる、はい、こういったことなんですね、はい、さあではですね、開運ポイントです。開運ポイント、はい、こちらは、はい、西北、西北、さああなたの西北の方位はどうなっているでしょうか。実はこの西北の方位とは仏壇とか神棚がある場所というふうに言われてますけれども、はい、この部屋をきれいに掃除すること、つまりね、神仏とつながる、ね、自分の祖先様、また神様から応援を受けるということが大事。そのためにはその方位をきれいにするということなんです。なるほど、そう、さあさらに運気を高めるには、はい、あなたが住んでいる、ね、西北の方位です、はい、さあこちらあなたの守護神を祀る神社を参拝していくというね、はい、そしてここで感謝を届ける、はい、これがすごく大事になります、はい、さあこちらね、ラッキーカラー、ラッキーカラーは金、ゴールドです、はい、銀、シルバー、金、そして白、ホワイト、ね、こういったものを身につけるということがすごく大事になっていきます。さあいかがだったでしょうかね、今月4月の、ベスト3ということで、はい、こちらね、毎月変わってきますね。今回ダメだってね、違ったと思ったあなた、来月あなたに回ってくるかもしれません、はい、はい、ということでね、こちら毎月皆様にお届けしますのでお楽しみに。よかったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。